ごん中納言も、ここでまた遊戯が出てくるわけです。ごん中納言も、かかることどもを聞きたもに、人捨てにもあらず、さばかりおもむけさせたまえりし、おん景色を見立てまつりしかば、おのずから頼りにつけて、もらし聞、聞こしめすることもあらば、あ、きこしめさすることもあらば、よももてはなれてはあらじかしと、心ときめきもしつべけれど、 女君の今は打ち解け打ち解けて頼みたまえるを年頃つらきにもことつけつべかりしほどだにおかさまの心もなくて過ごしてしおあや肉に今更に立ち返りにわかに物をや思わせ,思わせ聞こえん名の目ならずやんごとなき肩にかかづらいなば何事も。 思うままならで左右に安からずは我が身も苦しくこそはあらめなどもとより好き好きしからぬ心なれば思い沈めつつ打ちでねどさすがに他様に定まり果てたまわんもいかにぞや覚えて耳は止まりけり 中納言夕霧も最初に話を須雀院から持ちかけられたのは夕霧ですからねであんなふうにお断りしたわけですけれどもしかしこんなふうにあちらこちらからこうねそれぞれこう 自然の声が上がってきているわけです。我こそはというふうな状態になってきているわけです。こんなことをお聞きになるにつけて、えー、人づてでもなくってあの因があれほど自分に直接に その話を差し向け遊ばしたそのご様子をお見申し上げているからしておのずからそのことを頼りにして漏らし聞こしめさすることもあらばこちらから 意向を密かに申し上げることもあったならばそうしたならば世ももて離れてはあらじかしよもや今の向こう選びの ことからかけ離れては自分がいることにはなるまい。と心ときめきも失べけれどそう考えると胸がドキドキするような気もするけれども。 しかしこの人は真面目な人ですから女君の今はと打ち解けて頼みたまえるをあんなふうに、ん、大乗大臣からも認められて夫婦になったその女君雲井の狩りが今はすっかり打ち解けて 自分を信頼していらっしゃるその様子を見るにつけ年頃つらきにもことつけつつべっかりしほだに丘様の頃もなくて過ごしてしようあやにくに今更に立ち返りにわかに物をや思わせ聞こえんあの長い間 幾年もつらきにもことつけつべかしほどだに雲江の彼りの父親の大乗大臣が自分に対してつらい仕打ちをなすったことに ことつけて自分が他に心を移したって不思議ではなかったその頃だって他様の心もなくて過ごしてしよう他の人に心を移すというふうなこともなくて 過ごしてきたことをあいにくにあやにくに今更に立ち返りあいにくに今更引き戻してにわかに物をや思わせ聞こえんそういう新しく 三宮を迎えるというふうなことになってにわかにこの妻に物思いをさせることがあろうか。名の目ならず普通の話とは違うのだ相手は内親王であるわけ。 やんごとくなき方にかかづらいならばこんな高貴なご身分の方にかかづらいあったならば何事につけても我が思う通りにはいかなくって左右に安からずあっ 少し具体的に言ってるとこころですねこれは、左右に安からずは二人の女性の間で雲井の狩りと新しい妻になった女三宮との間で安らかにいられない状態になっては。 我が身も苦しくこそは荒め、自分の境遇としても苦しいことになるだろうなどともとより好き好きしからぬ心なればこの人はもとも,もと公職の心というふうなものはあまり持ち合わせない人だからして思い沈め思い沈めして表には表さないけれども。 でもさすがに岡様に定まり果てたまわんも岡様に定まり果てたまわんもいかにぞや覚えて三宮が自分以外の他の人に 妻としてお定まりになるということもどうだろう納得のいかないことのように思われて耳は止まりけり自然にそのことに関して耳がとくなるのであった。 ことがそのことに関することっていうとなんか敏感になってしまうのであったというふうなことですね。これも夕霧の人柄がよく出ているありようですね。